はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、先日にね、行われた競泳のジャパンオープンですけどね、あれすごかったですよね。とてもね、同じ病気をしたとは思えないね、池江璃花子さんですよ。彼女の復活劇にはね、ほんまに度肝を抜かれますよね。まあ、細かく言えばね、同じ病気ではございませんけどもね、白血病と診断されてからね、その闘病をしてね、この回復力というのはね、ほんまに稀だと思います。というか、そのオリンピック候補になること自体がですね、稀な人間にしかね、成し遂げれないことなので、そもそもスタートがね、違ってたんですけどもね。でもその病気の種類がたくさんあるようにですね、細胞というのはね、人それぞれ違ってね、当たり前ですのでね、一回言いますけどね、同じものとしてね、考えてはね、いきませんね。その池江璃花子さんはですね、この前のその2月8日でですね、発病してからね、白血病が発病してから2年が経った時点でですね、表彰台に上るまでのね、急成長を遂げたんです。急成長じゃないな、驚異の回復を遂げたんですね。池江さんがね、どんな治療をしてきたかとかはね、どんな薬を飲んでたんかとかはね、分かりませんし、体の状況というのはね、ほんまに人それぞれなのでね、その池江さんだけが特別に治療をしてもらっていたとかはね、普通には考えられません。でもそれにね、その水泳の選手としてのね、トレーニングをね、取り入れながらの治療なので、波のね、闘病ではなかったと思います。僕もね、池江さんやね、そのサッカーのアルビレックス、新潟アルビレックスにいてるその早川さんっていう選手がいてるんですけどね、その選手たちをね、見習ってね、自分なりにね、トレーニングというか、リハビリをしてみましたけどもね、骨髄移植の副作用が悪化したりとかね、筋肉痛に耐えられなかったりとかね、肺炎になって入院したりとかね、もう帯状疱疹になったりとかね、で最近ね、その虫歯が治ったと思ったら歯が折れたりなどね、もう度重なるこのひどい症状が出てきていましたので、もう断念せざるを得ませんでした。なのでね、今は何もせずにね、こう毎日ね、このように YouTube の内容を考えたりとかですね、本業であるね、美容師のね、勉強をね、続けることに専念してね、家でおとなしくしております。ちなみにね、家にいてるので、家事全般をしてますのでね、この前までやってたその玉木宏さん主演のね、ドラマ極主夫道ってあったじゃないですか。あれ並みにですね、主婦をしております。でもね、料理もろくにできへんかった僕がですね、今はね、何も見ずにね、ナポリタンやね、バンバンジーを作れるようになったりとかね、この前なんかね、タンシチューをね、6時間コトコト煮込んだりしてね、あれはね、もうタンのね、旨味が出てめっちゃ美味しかったですね。あとはね、中までしっかり火が通ったもっちりハンバーグとね、その肉汁でソースを作ったりとかね、あれもね、一度こうフライパンからハンバーグを全部取り出してね、こう残った油と煮汁にね、調味料を加えてね、こうグツグツ湯がしたのをね、そのハンバーグにかけたらね、最高でしたね。あれはね、というか、あの工程がね、ちょっとめんどくさかったけどね、やってみれば単純なことなのでね、簡単にできました。その他にもですね、ほんまに最近やったらね、手羽先のね、甘辛煮をこうやっててですね、途中からね、エビチリも同じやり方やなと思って、手羽先をね、揚げ焼きしている途中にですね、エビに片栗粉をまぶして、同じように、ね、揚げ焼きしてね、調味料をかけてね、こうグツグツ言わしてたらね、あれもめっちゃ美味しかったです。何の話やねんってね、話を戻しますけどもね、闘病中のトレーニングですね。新潟アルビレックスのね、早川さんのね、トレーニングをしてる様子はね、動画でちょっと見たことがあるんですけどもね、めちゃくちゃ辛そうでした。なのでね、池江さんもね、それなりにね、辛かったと思うんです。でもそんなね、アスリートの皆さんはね、僕のようにね、免疫力が下がってね、GVHE が出たりしなかったんですかね。もうそれがめっちゃ不思議で仕方なかったんですよね。だって僕みたいな素人がちょっとしただけでね、あんなに辛かったのにもかかわらずですよ。アスリートのトレーニングというのはね、はるかに運動量が多いはずなんですよ。アスリートにはね、トレーナーがついてたりとか、すぐに医療機関のサポートを得ることができる環境やから
こそでしょうけども、それでもトレーニングをすればですね、それなりに体はダメージを受けてですね、そこから少しはね、悪化するところが出てくると思うんですよ。とね、まあ素人なりなんですけどもね、心配の目で見てました。でもまあそれをね、克服されてね、今まさにね、結果を出しているのでね、環境は素人とは違えとですね、すごい努力をしたんだと思います。そんな池江さんはですね、先日の競泳のジャパンオープンのね、最終日がですね、東京アクアティクスセンターであって、女子 50m 自由形でね、24秒91のね、学生新記録でね、2位に入ったことでね、話題になってますね。ね、闘病から復帰後のね、4大会目でね、表彰台っていうのは初めてで、東京オリンピックの選考会になる4月のね、日本選手権を前にしてですね、本来のスピードが結構読み磨いてきてる感じでした。白血病がね、発覚して2年しか経ってないのにね、トップのね、戦線に帰ってきてね、自らの持つ 24.21 というね、日本記録がこう視野に入るほどのね、記録を出しています。ほんでね、その大会でね、結果が出せたのはね、このスタートの改善がね、好記録につながったようで、これまでに鍛え上げられた池江さんの体はですね、57キロだったんですけどもね、闘病で10キロ以上ね、落ちてね、それがね、スタートに対してのね、悪影響がね、主に出てたんだようです。なんかね、このスタートして飛び込んだ瞬間はね、その体重が重い方がぐーっと前に進むので、復帰後というのはね、ほんまにその浮き上がりのね、15m 飛び込んでからのこう浮き上がりの 15m で、他の選手からね、すごい離されてしまったようなんですよ。闘病というハンデを負いながらですね、トレーニングをしていた池江さんはですね、体重アップに力を注いでいたようで、トレーニングとこう並行してね、効果並行して食事管理もね、徹底してたようです。池江さんの専属のコーチからですね、まず3食を完食することから始めるように言われて、そして体重を増やすためにですね、練習の合間にパンを持ってきてもらっていたそうです。そうした努力をこう続けていくとですね、細くなった体もね、で細くなった食事もですね、徐々にこう増やしていったことでね、体重もね、今で5キロから6キロぐらい戻すことができたようです。そしてその日の予選はですね、 25.6 秒でね、トップ通過してですよ。トップで通過したんですよ。すごいですよね、それもね。まあ予選やから流して、まあ皆さんね、タイムをちょっとそこまで本気を出さへんぐらいのタイムになるんですけども、でも決勝でもね、スタートの時にね、出遅れたのをね、まあ最小限に留めることができて、さらにタイムを縮めることができたんです。まあでも去年の8月の復帰戦のね、初戦と比べてですね、半年でね、さらにタイムをこうギュッて短縮することになっているので、これからの期待がね、すごい膨らみます。まあでもね、その東京オリンピックに向けてね、まあトレーニングをね、池江さんは続けていくんでしょうけどもね、無理は禁物ですしね、ほんまにね、こう自然体な感じにね、戻ってね、復活ロードをね、しっかりね、一歩ずつね、歩んでいってほしいと思っております。届くかどうか分かりませんけどね、池江さん頑張ってください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。